では本日は教育ファシリテーターの武田みどりさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速始めていきたいんですが、私、みどりさんと最初お会いしたのっていつぐらいでしょうか？ 2012 年、13年ぐらい。何年前やろね。でもまあそれぐらいかも。かなり長い付き合い。e-board が多分法人化したのが13年で、それよりも前か、それぐらいか、じゃないかなと思って。なんか、私が知ってる限り、日本の学び教育の、民主化というか、民主的な学び教育を、すごくまっすぐに目指して活動されてる方って、みどりさんぐらいしか正直知らないぐらい。なんか、なんだろう。いわゆる今日、なんだろう。子供の政治参加じゃないですけど、そういう文脈だといるけど、もう教育をそもそも民主化、学びを民主化していきたいみたいなのは、本当にみどりさんぐらいじゃないのかなと思っていて、そこについてすごく今日はいろいろお伺いしたいなと思ってます。なので早速なんですが、そもそも日本の学びとか教育って、多分あんまり考えたこと皆さんないかと思うんですけど、民主的じゃないんですか？ っていうなんとかころを聞民きたい。主的って何っていう感じですよね。なんか日本においてはなんか民主主義とか言うとやっぱその選挙に行こうみたいな話で、なんか学びが民主的ってどういう意味みたいな風確かに思われる人も多いかなと思うんですけど、なんだろうな、私結構活動の一つでエデュトリップって言って、海外、国内外のいろんな教育を見に行くっていうことをここ10年ぐらいやってるんですけど、例えばデンマークとかオランダとかに行くと、普通になんか学校の先生どころか、こう幼稚園、保育園の先生とかが普通に、子どもたちにデモクラシーの力を育むことが私たちの仕事だからみたいなことすごい。言うんですよ。で、なんかスウェーデンの幼稚園の壁に子どもたちが自分の影響力を高めることみたいな教育目標の一つに貼ってあって、で、つまり何、それ何かというと、自分は何がしたくて、何が好きで、何が嫌でっていうことを、なんか自分で自分のその持ってるものを大事だなって思えて、で、人に対して意見が言えたり、自分のニーズを表明できたりして、で、それがもちろんね、こう、僕はままごとがしたいけど、私はサッカーがしたいのみたいなこととかあるわけじゃないですか。私も。で、お互い相手が欲しいみたいな、な時に、なんかじゃあどうするみたいなことが、こう、やり取りできるようになるとか、そういうことも影響力っていうことに含まれてたり、なんかこう、自己表現をしながら、コミュニティ、関係性を作ったり、コミュニティに参画するみたいなことを、なんか、デモクラシーって呼んでるんやな、みたいなことを結構たくさん、なんか出会ってきて。で、そういう側面は、ちょっと弱いところはあるんじゃないかなと思ってはいます。なんか多分逆に民主的じゃないなって日本の教育とか学校現場とかで感じた経験とか話とかをしてもらうと、多分私それが当たり前だと思って受けてきてるので、多分そういう例を挙げてもらえると、もっと確かにそれっておかしいよねって皆さん見てるかと思うかも思ったんですけど、どうですか？例えばで言うと、最近ルールメイキングの、校則の話とか結構話題に上るようになってありきましたね。て、自分たちのコミュニティのルールを、なんかルールってなんか変やと思っても、適当に守るもんみたいな学習を学校生活を通して する、適当に守って適当に破るもんみたいなことを学習するところしてきたところが私自身もあるなと思うんですけど、そうじゃなくて、自分たちにとって心地よく過ごせるルールを、別に生徒が言ったら何でも叶うわけじゃなくて、こう大人とも話し合いながら作っていけるみたいなことが、なんていうのかな、普通に学校生活を送る上で実は経験できてる人が少ないんじゃないかなっていうようなことだったり、あとは学び方に
あの例えば焦点を当てても、なんていうのかな、一人一人こう発達的な特性も違えば、うん、進捗、そのどこまでできてるか、進捗の、まあ、どこかでつまずいてたり、もしくはもうめっちゃ簡単すぎてもっといけんねんけどみたいな、あのそういう一人一人のニーズとかやり方、合うやり方に、学習環境をマッチさせていこうというよりは、うん、この枠組みの中でこのペースで学んでいくっていうことがあらかじめもう決まっていて、うん、でそれに子どもが合わないと不適応とされてしまうみたいな、うん、あの部分もまだまだあるなと思っていて、で、まあ、それはその本当はそうしたいけどできない状況が、まあ、あの先生たち側にあるっていうような、まあ、あの教育リソースの問題も含んでくるので、別に現場の人を批判したいから言ってるわけじゃないんですけど、でも本当は子どもたち一人一人がなんか自分に合う学び方とか、うん、自分なりのペースで、学習できるっていうことももっと保障されてしかるべきだよなと思ってたりしますね、うんうん、確かになんか学校にいると自分で選択して自分で決めるっていうことが、まあ、あまりにも少ないなっていうのは、まあ、普通に学校行ってずっと、まあ、席に座って授業を受けてれば何も究極選んだり考えなくたりこう決めたりしなくても、まあ、1日終わるなっていうのは本当に、まあ、昔から自分が教育受けてた時もそうだし、まあ、今もあんま変わらないんだろうなって本当に現場を伺ってても感じてます。あの子どもや生徒のこう意見を聞いて、それに一つ一つ、うん、なんていうのか、しかもいろんな意見がある中で、うん、なんかこう対応したり、あのじゃあみんなでどうするみたいな話し合いをするみたいな余白が本当に必要にっていうことはあると思ってて、だからまあ学校頑張るっていうだけじゃなくて、うん、のいや、そうですね、それが叶う環境を社会全体として作る必要ありますよっていうことはやっていきたいことであるんですけどね、うんうん、なんかそれを受けてそういうこう課題の認識を受けて具体的にどういう活動を今はしてるんですか？まあもともと大学生ぐらいからまあ活動始めてるんですけど、まあ、その時は割とこう先生たちとか教育者の意識を、うん、なんかもっと違う教育もあるんやでって知って、うん、ちょっとこう揺さぶるというか、あの問い直しを、自分の教育観とか日本の学校のスタイルの問い直しを起こすみたいな意味で、まあ、スタディツアーでこういろんな教育現場にあの一緒に行ってもらったりとかしてきたんですけど、うん、仲間たちがこう現場に出ていく、あの先生になったりして、はいはいはい、教育現場に出ていく中で、なんかやっぱりこう揺さぶりをかけて問い直しを図るだけでは圧倒的な現場の現実の前で打ちひしがれてしまったりしんどくなってしまったり、うん、なんかだから揺さぶるだけやと無責任やなみたいな、支えなみたいなことを、うん、ちょっと大人になって思うようになってで、まあ、それ以降は、結構自分のつながってる教職員の人たちとかあのと一緒に、なんかこう継続的に学び合ったり支え合ったりできるコミュニティを、うん、できたんですよね。で、まあ、あの最近は、学校現場の声をもうちょっと社会に届けられる仕組み作りをしようということで、まあ、ウェブアンケートサイトを9月にリリースするべく準備をしているみたいな感じです、うん、なるほど、うん、なんかそう、今の話もその前の話もそうなんですけど、結局学校に限らず日本の社会全体とか、あとまあどっかの会社、一会社をとってもおそらくその海外のその社会とか会社組織と比べるとやっぱり民主的じゃないところが社会全体でも多いんじゃないかなと思っていて、でそれと今その言われてたのが学校の先生がより社会に意見をこう発信できるみたいなところ、なんかそこの学校と社会のこう民主的という意味でのつながりについてちょっと聞きたいなと思ったんですけど、なんかあの私すごいお世話になってるオランダの教育の研究者で、あのリヒテルズ直子さんっていう人がいるんですけど、うん、リヒテルズさんがなんか学校は民主主義の練習の場所だって言ってて、うん、だから学校の中が民主的になっていくことが、そこで育った人たちが民主的な社会を作れるようになっていくっていうことに
まあ、つながるっていうあのことだと思うんですけど、なんか、まあ、なんていうかな、こう、海外行くと余計思うんですけど、社会がこうなってるから、こう、教育がこうなってんねんなっていう。うん、でも同時に、教育がこういう教育やから、社会がこうなってんねんなっていう、その、循環、こう、まあ、私にとってはこう、好循環に思えるような、サイクルがあるなと思っていて、で、社会の側も変わっていかないといけないし、教育の側も変わっていかないといけないし、なんか、両方に取り組んでるいろんな人たちがいると思うんですけど、まあ、でも私は自分のなんか今までやってきたことを踏まえると、こっち教育が民主的になっていくことっていうのを今軸足を置きながら動いていくことにしているみたいな感じ、うん、